自信しかないですね。自分が主役やなって感じなんで。やってみると分かるです、俺の強さが。当日になれば分かるかな。空位となったクラッシュフライ級王座、熾烈なトーナメントを制しベルトを手にするのは一体誰だ。第2代クラッシュフライ級王座決定トーナメント準決勝第2試合。主に自分のためのトーナメントやなって思ってます。ダイナ20歳、最軽量フライ級とは思えないパワーを武器に8勝のうち4つの KO 勝利を記録。そして去年9月、初代フライ級王座決定トーナメントに参戦すると、準決勝をわずか1ラウンド32秒で KO 勝利。ベルトはもう目の前にあった。ほんまにもう全てかけてたんで、あれにもう自信しかなかったです。圧倒的自信を胸に迎えた決勝戦。身長差を感じさせない、お互いですよね。コンパス使ってくる、リング中央。戦いは延長へ及ぶ接戦に。あと4秒、さあどっちだ、歴史に名を残すのは。そして初代フライ級王者がこの後の判定によって決まります。赤大久保、赤大久保ルイ、ベルトは大久保ルイの元へ。うわと思いましたね、ほんまに。なんか何も考えれなかったですね、あの時は。直後の時はなんで負けたか分からなかったんですけど、もう後々しっかり映像を見返して、やっぱり手数とかが少なかったかなって感じでした。自分の未熟さが出てたと思って。次、僕がベルト負けより頑張るんだ。こんなところで腐っているわけにはいかない。敗戦後すぐに練習を再開。タイへの武者修行も敢行し、リベンジへの準備は整っていた。しかし、このバンタム級に階級を変える形となります。まあ、それに伴い保持していたクラッシュフライ級のベルトは返上となるんですけども、何もせんと返上して、やっぱ自分とも戦いたくなかったかなと思いましたね。僕がだから今回しっかり取って、このフライ級っていうのを僕が盛り上げていこうかなと思ってます。空位となったベルトをめぐり、再び開催されるフライ級王座決定トーナメント、誰も眼中にない俺が主役だ。今回誰がどうとかじゃなくて、ほんまに自分との戦いなんで、ほんまに自分のスタイル突き通したら絶対優勝できると思うんで、ほんまに人生かけて挑みに行きます。まあ、自分がフライ級のスターになろうと思って。長野かける18歳、5歳の時に空手に出会い、そのまま格闘技にのめり込んでいった長野。そして高校生でプロを目指し福岡から上京した。でもちょっとこれでキックボクシングで食べていこうと思って、憧れの選手の松本ひな選手、金岡輝選手いたんで、ここしかないだろうと思って。現在3人の世界チャンピオンが在籍する K-1 ジム三軒茶屋シルバーウルフ、憧れの先輩に追いつくため厳しい練習に耐え抜いてきた。 K-1 アマチュア A クラストーナメントでは3度の優勝を経験。去年8月にプロデビューを果たすと、おー、左か、左カウンターで左フック、ダウンを奪い完封勝利。スーパールーキーと言ってもいいんじゃないですかね。なるほど、当て感がいいと思います。自分は昔から感覚が分かります。天性の感覚を武器に、その後の試合も全てダウンを奪い勝利。わずか3戦でベルトへの切符を手にした。
自分なんてまだ3戦しかしてないんで、名前も一番低いと思ってるんで、自分の名前を売るためのチャンスだなと。1回戦目からもし強敵なんで、多分 K-1 グループで一番強いと思ってるんで、フライ級でそこ倒すことしか考えてないっすね。立ちはだかるは初代フライ級トーナメントで決勝まで勝ち上がった圧倒的優勝候補。一瞬でしたね。その下馬評を覆してこそスターへの道が開かれる。空手コーナーなんですけど、やってみると分かるです、俺の強さが。まあライオンが作業を狩るような姿見せれると思うんで、しっかり KO でぶっ通し合おうと思ってます。まだ参戦とかしかしてないんで、プロの厳しさをもうちょい教えたのかなって感じです。僕が一番苦しい思いとかしんどい思いとかしてきてるんで、もうやってきたことは絶対違うんで、自分信じて、みんな信じて取るだけです。5月20日後楽園ホール、第2代クラッシュフライ級王座決定トーナメント準決勝第2試合、ダイナ VS 長野翔。